ゆいな、ちょっとさ、話があるんだけどいい？うん、ちょっと待って、今一郎にコーヒー入れててさ。マジ？ありがとう。ここが閉まんの。目が下げる。ほい。あ、彼女から入れてもらうコーヒーはうまいだろうな。はい、どうぞ。ありがとう。はい、やった。しかもちゃんとストローまで入れてくれてるじゃん。カフェラテ。うん、ありがとう。いただきます。はい。おいしい。よかった。え、で、何だった？それがさ、うん、俺さ、ソーリーでさ、質問コーナーやってたの知ってる？うん、うん、見た見た見た。その時にさ、この写真をさ、載せたの。ここ見てみるとわかる？あ、写っちゃってたのか。そう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 。で、まあ、どの写真かっていうと、うん、このね、写真なんですけど、うん、あのこの写真ね、あのよく見てもらえたら分かると思うんですけど、うん、私がこの写真でオフショルを着てるんですけど、うん、このオフショルの背中がちょうど鏡で、そう、鏡になってる、反射してて、うん、そう、跡が見えてるっていう感じで、うん、そう、これに関してあの、うん、その、まあ、ユリナの髪型がすごく可愛いっていうことで載せた写真なんですけど、うん、後ろにね、鏡があって、それでユリナの背中がさ、反射してるってことを全然気づかなくて、結果的に言うとこの後ろのあざ何なのっていう、そういうコメントがね、あの届いてたの。そう、結構聞いてたので、これは本当に僕の不注意なんですけど、いやいや、私も気づかなかったから、もうちょっとこのあざみたいなもので誤解をね、させてしまった方とかいると思うから、うん、それで今こういう風に動画を撮ってるんですけど、うん、ゆりなりもちょっと申し訳なかったっていうところがあるから。あ、全然全然ごめんね。大丈夫、うん、うん、で、そのあざは何なのかっていうところだよね、だから。そうだね、うん、これって何、ちなみにさ、動画で言っちゃっていいの？うん、大丈夫。まずこの写真なんですけど、うん、撮ったのが10月の第1週目ぐらいで、うん、もう1ヶ月前ぐらいになるんですけど、うん、実際にその時もあざがあって、うん、で、今もあざは体にはあるんですよね。え、これって見せてもいいのかな。ちょっと苦手な方はスキップしてもらいたいんですけど。そうだね、うん、結構びっくりしちゃうかもしれない。そうだね、うん、肩にあるのかな。そう、肩が一番かな。こんな感じですね。ここなんですけど、結構大きくあざがあります。実はここだけじゃなくって、体の主に背中に結構あって、で、実はこの、わかるかな、胸元か。そう、胸元にもあざがあるんですよね、うんうん、肩とかこう胸元がちょっと空いてる服とかを着てしまうと見えちゃうんだよね、うん、そうなんだよね。そう、なんでできてるのかっていうのを一番それが気になると思うんですけど、確かに言っちゃった方がいいね、最初に、うん、その DM で、さっき見せてくれた DM で、うん、能力を振るってできたあざですかっていうコメントが来てたじゃん。そうだね。それは絶対ないです。絶対ない、うんうん、DV とかでは全くないです、うんうん、確かに打撲跡みたいな感じだから、うん、誤解されやすいような、そうだよね、感じかもしれないんですけど、うん、そういうので本当になくって、うんうん、これはあの私の治療の跡です。うん、この私難病あるじゃないですか。難病の治療で大学病院に通ってて、そこでも治療してるんですけど、それ以外にもあの東洋医学の観点から鍼治療に通い始めたんですけど、そこの治療の中にカッピングっていう治療があって、中国の民間療法なんですけど、すい玉っていうこういうちょっといびつな形のガラスのカップに、場所によってやり方は違うんですけど、私のところは火を入れて、その気圧でガラスの玉が吸引されるという治療法を受けてるんですね。そうね。で、それをやると血流が良くなって体があったかくなったりとか、うん、リンパが流れて、うん、体のむくみが取れたりとか、あと内臓の効果を高めてくれたりとか、うん、すっごくそれをやると体が楽になるんですね。そうね、うん、本当にもうよくぐっすりと寝れるし、うん、体の痛みも軽減するし、すごく自分に合った治療法で、うん、それを週に1回受けてるんですけど、それのデメリットとしてこのあざができるんですね。そうなんだよね。そうなんですよ。でしかもそのあざもすぐに消えるわけじゃなくて、うん、そう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 、どれくらいで消える？いやー、でも場所によって違うんだよね。こことここでもさ、かなり色が違うと思うんだけど、ね、全部同じ色になるわけじゃなくって、うん、悪くなってる部分はこういう感じで黒い紫色になって、うん、悪くないところは、まあ、ピンクくなったりとか、うんうん、体の調子によって色が変わるんですよ。これだからすごい面白いよね。そうそうそう、うん、
で、それで、ね、私の場合はやっぱり体のね調子が悪いので、だいたい赤紫色から、まあ、ほんとここは過去一悪かったんですけど、ここはもう黒だもんね。そう、もう黒紫みたいにね、なってしまうんですよ、で、こうなるともう1週間、2週間とかは消えないんだよね。そう、で、しかもそれを週1で受けてるから、そうほぼほぼあざがあるみたいな感じなんだよね。そうだからね、勘違いされやすいよね、いや、そうなんだよね、で、しかもこれすごい痛そうじゃん。痛そう。でも内出血ではなくって、色素反応なのね。そう、だから血流が固まってるところは上に血液反応が出るからちょっと色がつくというだけで、実際内出血してるわけじゃないから、こけた時のあざとは違って全然押しても痛くないの。全然全く痛くないのね。じゃあ本当にちゃんと治してるんだよっていう証拠なんだね。そう本当痛みはゼロで、むしろ施術中はすっごく気持ちいい、もう寝ちゃうぐらい。本当だよね。俺もそのさ、施術中に一緒にいたことがあるんだけど、くっついてるの瓶が。で、お餅をさ想像してもらうと分かるけど、温めるとさ餅の真ん中がプクってなるでしょ。あれ、肌もプクってお餅みたいになって、吸引されてるよね。そうそう、吸引されて、その瓶を取るとスポッて色が残るところと色が残らない部分がはっきりするの。で、色が残ってる部分が悪いところで、色が残ってない部分がまあ健康なところっていうので、まあ、先生は判断するみたいな感じなんだよね。そう、黒紫のとこは、ここは肩なんですけど、もう私そのやってもらう前にもうめちゃめちゃもう肩こりが半端なくって、もうやばかったのね。そうだよね。そしたらやっぱ案の定肩がね色がすごくて、本当に当たるんですよ、それは。すごいよね。まあカッピングってで調べればネットでね出てくるんですけど、私のこのあざを見てもらったら分かる通り、なかなかグロテスクで、まあそうだね。そう、まあ1個だけだからあれだけど、背中に何個もあるので、ちょっと集合体恐怖症の人には絶対見ないでほしい。確かに、ちょっと苦手かもしれないね。そうまあでもこれに関してで言うと、本当に血流とかも良くなるから、体もすごく温まるし、エステとかでやってるところも多かったりとか、実際にその効果は出てるわけだもんね。だから全然悪いものではないっていう悪いものではない、危険なものではないです。でも、こういう風に冬服をさ着てたら長袖だし、あと見えないじゃん。そうだね。でもその時はカッピングのことを忘れてて。そうなの。私美容院の時間が結構朝早かったので、朝起きてから急いで支度して、あの洋服着たいなって思って着たんですけど、そしたらね、朝があって、運転中の道中で気づいたよね。そうあ、朝見えてるってなって、しかもオフショルだからさ、こういう風に着るわけにもいかないじゃん。そう、ね、だからね、こうやってちょっと背中に見えちゃってるんだよね。そうでも美容師さんにもさ、なんか言われるかなって思ったんだけど、何にも言われなかったから、まあ気遣ってもらったんだね。そうだからもしかしたら何かのあざかなってやばいやばい、思わしちゃったかなとかね。前日の夜に何かあったろみたいな、ね、やっぱあの傷見るとやっぱね、こんな大きなあざどうしたのってなるよね。まあそうだよね。まあでもこの動画でその誤解は解けたと思うから。そうだね。そういういろいろなわけがあったっていう、そういうお話でした。そういう話です。びっくりするよね。びっくりすると思う。びっくりするよね。これは私のお洋服ミスでした。だからまあ時々もしかしたら映り込むかもしれないんですけど。そうもしかしたら映っちゃうかもしれないんですけど、今後とも、それはカッピングによる施術の後っていうことだよね。喧嘩とかではないです。ないです。勘違いされたものだったらね、やっぱ私も嫌なので。そうだね。そうなんですよ。なのでこれで誤解が解けたら嬉しいな。変な風に広まったらね、嫌だもんね。そうだから、健康になるための施術っていうことで。そうですね。まあいろいろと私も病気を治したくて、いろんな治療に取り組んでるんですけど、そうだよね。その中でやっぱり跡が残るものだったりとか、体に出てしまうものっていうのがあると思うんですけど、まあそれは私自身もね、やっぱ体になんか出るのは気になったりはするんですけど、今はそれよりも自分の体の調子が良くなること、たくさん YouTube を投稿できることが私の今の目標なので。そうだね。で、心配させた方がいたら本当それは申し訳ないなと思うんですけど、この動画を見て、あ、ゆりなちゃんカッピングしたんだなってこれからは思ってくれたらね。ちゃんとゆりなは自分の体と向き合って、ちゃんと成立してるんだよって、ちゃんと治療してるんだよっていうのも伝わったら嬉しいな。
ということで、緊急で回した動画だったんですけど、理解していただけたら嬉しいです、それでは今日も最後まで見てください。ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあ終わりますか。はい、せーの、バイバーイ。